はい、どうもガスインです。今日はね、誰でもできる、簡単にできる差し返しのやり方っていうのをお話ししていこうかなと思ってます。で、なんでこの動画やろうかなと思ったかというと、初心者さんって結構ね、動画勢でもないけど結構マニアックなね、中足確認ってどうやるんですかとか、差し返しってどうやるんですかとか、移動瞬刻ってどうやってやるんですかとかっていう、結構そういう質問があって、上級者さんはそういうのを聞かれると、まだね、あなたはコンボもそんなにできてないから、まずはコンボからしっかりやりましょうっていうお話を結構しがちなんだけど、まあ、正直俺もちょっと前まではそういう考えだったんですけれど、こういうね、マニアックなテクニック、コンボとかの前にこういうマニアックなテクニックっていうのを聞かれたらちゃんと教えることによって、実行してもらった時に、初心者さんがね、実行してもらった時に、うまくできた時とか、まあ、たとえねそれが本当はできてなかったとしても、できた、中足確認が確認できたとかっていう考えになってくれるだけで、モチベーションって、わ、俺上手くなったかもと思えるから、モチベーションが初心者さんは上がると思うんですよね。で、そういうね、モチベーションが上がることによって向上心が上がるから、こういうねマニアックなテクニックを聞かれても、これからはちゃんと伝えて、モチベーションを上げてもらいたいなということで、こういう動画を作ろうかなと思いました。で、興味がある方はぜひ見ていってください。よろしくお願いします。はい、ちょっと前置きが長くなりましたけど、早速やっていこうと思います。で、差し返しってね、梅原さんみたいに立ち回りでね、こう前後にこう前を管理しながら、相手が技振った時だけダイヤするとか、飛んだのにアッパータイクするとか、サマーするとか、そういうのいろいろあるけど、それはね、やっぱプロの人が一生懸命練習して手に入れてるテクニックであって、今回俺がお話しするのは、簡単にね、今日1日2日くらい、練習すれば、実践込みで練習すればすぐできますよっていうテクニックなので、それをご了承ください。で、これね、ガードっていうか、全てガードにして、ガード復帰時レコードに、立ち中継、ゴーキーって結構立ち中継をガードしてから立ち中継を振ってきたりとかするので、で、このガード復帰時レコードの2にしゃがみガードか、これね、この2つレコーディングしてください。で、これどっちもオンに再生すると、これ立ち中継振るか何もしないかっていう状態になるんですけど、これ動いた時だけね、例えばこうやってしゃがみ中パンした後に超えると、ほらガードになっちゃうでしょ、こっちの動きが、この屈伸してる方の動きがね、こういう距離になっちゃうんだけど、そうじゃない先端で技を当てるっていうことを覚えるとね、一生有利な状態、こういう感じで、で、動いてたら技にキャンセルする、ほんとこれだけです。動いてたらボタンを押す、ちょっと俺今動いてないのでボタンを押しちゃったけど、こういう感じで動いたらボタンを押すぞっていうやり方で、これ練習するだけで誰でもこういう感じでね、結構ね、難しいようで簡単に見えるので、これね、レコーディングしながらやってみてください。で、ゴーキじゃない、例えばカリンとか、そういうキャラでも、カリンはね、タチチューパンがめっちゃ強いんですよ。今ちょっとやってみますね。はい、で、キャラクターカリンに変えたんですけれども、カリンはこのタチチューパン、これがめっちゃ強いんですよ。このタチチューパン。何がめっちゃ強いかっていうと、これね、技をガードさせて、こんだけ距離離れるんですよ。ガードさせるだけで。これってもうカリンしか技が届かないような状態で、実は3つ目って俺ダイヤシ、ゴーキのダイヤシをレコーディングしてんだけど、ほらダイヤシすら届かないでしょね。で、この間合いっていうのが、これ完全にカリンの間合いになってるので、これをね繰り返すようにして、タッチ中盤技を使ったらヒットアンダーウェイですね、ちょっと後ろ歩いて前に歩く、こういう感じで、あんまり近いとこうやって差し返されちゃうから、先端当てっていうのがまず一つ大事なところです。先端で当ててヒットアンダーアウェイで少し下がってすぐスッと前に入る。よくボクシングとかでね、プロボクサーの人とかってよくこうパンチを出してちょっと引いたらまた潜り込んできてパンチを出すみたいなことをよくやると思うんだけど、それと似たようなところあって、触ったら相手の技を引き出させるっていうのがまたポイント、これ2つ目なんですけれど、これガードさせて、お前そろそろボタンを押したいでしょっていうタイミングをずっと相手にやらせる、動くまで。でね、これ動いたの確認で技をキャンセルっていうのが今回の3つ目のポイントで、動いてなかったら
これ膝に戻しますね。膝とガードに戻して、これ膝振るか、ガードするかの状態なんですけれど、ずっとこのタイミングで先端当て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 ってやると、ほら膝振った時だけヒットするでしょ。この原理を利用して、あ、技振ったなと思ったら技にキャンセルする。これ最後の3つ目のポイントなんだけど、これをね結構練習するだけで全然立ち回り変わってくるので、技を先端で当てるっていうのがポイント1つで、2つ目が少しこうヒットアンダーアウェイ下がって潜り込む、あの相手の振る技によっては下がる必要がなくって、前に歩くタイミングだけ、ほらこんな感じでね、さっき合気でやったのは大足だから、ちょっと長い技だから少しスッと下がったらすぐ前に歩くみたいなテクニックだったけど、まあその前の管理、簡単な前の管理、少し入れたらもうすぐ前に入れるだけでいいんで、これ膝だからほら動いた時だけヒットするでしょ。ずっと同じタイミングでボタンを押してるだけだけど、先端でこんな感じでね、ほらで、このなんだタイミングでボタンを押すっていうのがまたあのポイントで、最後が相手が動いてた時だけ技にキャンセルする、こんな感じで、これ一旦合気に戻します。はい、じゃあ合気に戻ってきましたけれども、さっきねカリンでカリン使いながらねあの話したポイントっていうのを一つ一つまとめていこうと思うんですけれども、まずはねあの強い技を先端でガードさせる、こういう感じでね、大きであればタッチシューピーとか膝とかがあるんですけれども、自分のキャラでね、まあいろんなキャラ、ナッシュとかあとベガとかそういうキャラいろんな人がいると思うので、この技先端でガードさせると強いなっていうのを探してみてください。でポイント2になるんですけれども、相手の技をこう引き込む、相手の技を引き出させる、こういう技を当てて誘うね。ゴーキってあの8台 P こうやってめり込むと膝が確定しちゃうんですよ、合気合気だと。なので膝が確定するかなっていうギリギリの前だとこうやってねほら透かすことができるので、そこにこうやって膝を置いてみるとかね。だから結局差し返しとはいうものの置きみたいなところがあるので、こういう感じでこのタイミングであれば相手が技を振ってきた時だけ差し返しになるので、こういう間合い管理、ほらこういう感じでね、こういう間合い管理をしっかりしながら、相手の技を引き込むっていうのがポイントの2なんですけれども、最後はね、相手が動いたのを見て何の技にキャンセルするかっていうのをしっかり頭に入れてみてください。合気であれば弱竜巻にするとか、もしくは羅漢にするとか、こういうのがいろいろあるので、そのどの技にキャンセルするのかっていうのをちゃんと自分のキャラクターで決めて、考えながらこの先端で触りながら、ダメージを取りに行ってみてください。まあ、こんなところですかね基本的に。でもちろんね、これに対して結構対策をしている人っていうのは結構いるんですよ。逆にそのお前どうせこれ膝を置いてるんでしょっていうのを読み切って、逆にこの相手の人もちょっと下がってから膝を押すようになってきたりとか、そういう読み合いが発生するんですけれど、まずはねそこに恐れずこれをやってみる、先端で当てるっていうのをずっと続けて、動いたのを見たらキャンセルする、これやってみてください。かなりねこれ実践で生きるテクニックなので、トレモでしながら、こういうイメージトレーニングでもしながら、練習して実践に持ち込んでいってやってみてください。では今回の動画はこれで以上となります。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。